雄木王は中国戦国時代の朝の第十代君主。王としては五代目。姓は英、氏は蝶、意名は戦。伊丹女王の子。伊丹女王と伊丹将校の間に生まれた。すでにイボアニで、着長子の皇子義美が大使であったが、伊丹女王はこれを廃止、戦を大使とした。伊丹女王9年、伊丹女王が死去し、戦が王位を継承した。 幽牧王元年、柏人の上司を築く。幽牧王2年、旗の将軍、官は、平洋と部城を攻め、蝶の将軍補長を打ち、十万の支給をあげた。幽牧王3年、旗の勘は、再び出兵し、平洋、洋安、部将の三条を取り、長軍を破ってその将を打ち取った。そのため、幽牧王は、利牧を大将軍に任じて、反撃に転じることにした。 同年、李牧は新軍を声かで破り、旗進むかも打ち取った。この功により、勇木王は、李牧を竹安君に封じた。勇木王四年、旗は、蝶の番我を攻めたが、李牧は新軍を、再び撃破した。さらに、李牧は旗から、藩、義の国境まで領土を奪還し、その勢力を南に押し返した。勇木王五年、大の地で、大地震が発生した。 学所から西、北は兵院まで被害が及び、家屋や障壁の大半が壊れ、地割れが東西130歩に及んだ。遊牧王6年、朝で大飢饉が発生した。民は口々に、朝は泣き、旗は笑う、と言った。遊牧王7年、旗の王戦、陽忠氏は、京が大軍をもって、朝を攻めたため、遊牧王は、李牧と柴直に王戦させた。 苦戦した旗は、李牧を排除すべく、趙の真、各界に多額の賄賂を送って、李牧と柴直が無本を企んでいると、勇牧王に残言させた。また、王母の痛み将校も、真から賄賂を受け取り、趙王に残言をした。勇牧王は、残言を信じて、李牧を中殺し、柴直を降鉄した。その後、趙期と蔡進元厚夢がその地位に変わった。 呂木王八年、李牧中殺の三ヶ月後、長期、ガン・アの率いた長軍は王戦に大敗し、大勢の長兵が戦死した。長期も戦死し、ガン・アは逃亡した。同年十月、長の都関丹が、新軍に占領された。この時、呂木王は新軍に捕らえられた。また、長炉と共に、ガン・アツも共に捕虜になったという。一方、四季。 はたはじめ後本義では、遊牧王は、東洋へ逃げたが、王仙、京にその地を平定され、捕らえられた、と記されている。その後、遊牧王は、暴領に流され、朝は滅亡した。だが、兄の講子義美は大に逃れ、そこで自立して、王を名乗り、朝の亡命政権である大を建てた。遊牧王は、暗愚な王であった。芝仙は、四季。 調整下において、千は、素行が悪く、残言を信じた。それゆえ、両性の利負けを中殺し、各界を用いたと記している。ありがとうございます。